はい、皆さんこんにちは、福城あそぶです。今日はゴルフエフォート白金台店に来ております。今日もですね、ちょっと横田が、他の仕事でちょっと忙しいため、動画不足で私一人での出演になります。申し訳ありません。ではちょっとね、早速お店の方に入っていきたいんですけども、今回はヤバイクラブ特集ということですね。なかなかお目にかかれないクラブを狙い撃ちして、紹介していこうかなと思っております。それでは早速行ってみましょう。はい、ここの店員さんはですね、めちゃめちゃゴルフクラブに詳しいです。僕も、遊びに来ていつも教わってます。クラブの性能とかですね、そういうのも詳しいんですけども、そのクラブのレアリティとかですね、そういうのにも詳しいんでですね、ちょっと話してるだけでもめちゃくちゃ面白いんですけども、今回ご紹介させていただきたいのはウェッジでございます。ウェッジ、はい、でどんなウェッジかと言いますと、タイガーウッズが使っているウェッジでございます。横田もね、タイガーのアイアンとタイガーのウェッジ使ってましたけども、その動画で紹介したウェッジの次のモデルですね、最新版でございます。はい、さあそのウェッジがこちらでございます。じゃじゃん、見てください。前のモデルも紹介したんですけども、それの新しいモデルでございます。これタイガーのウェッジ、普通のこちらのウェッジと何が違うのっていうところをね、ちょっと紹介していきたいと思います。ちょっとウェッジコーナー、比較するウェッジがあるかもしれないので、そっちにちょっと持って行って、お説明させていただきたいと思います。はい、ウェッジ何が違うのっていうところですよね。ありました。はい。これがテイラーのウェッジの通常のモデルとタイガーのウェッジです。まず、値段が違うのは当然ですよね。ただ僕これ33,000円はちょっと肌感としては安い。僕の認識では1本40,000円のイメージでしたが、並行輸入品モデルだからなのか、このお店が良心的だからなのか、ちょっと僕も詳しく今の相場を終えてないんですけど、安く感じます。で、何が違うかっていうと、このソールの削りでございますね。はい、こういう感じ。これ TW12 って書いてるの、これバンスの角度ですね。60度は11度なのかな。で、同じバンス角なんでしょうけど、形が違います。タイガーの方がここちょっと面取りしてあるような感じで、これがそのまま広い感じかな。ほら、こうやって見たらもう広さがタイガーの方がもう明らかに狭いのが分かりますよね。あと、ここ正面から見てもこういう感じ。こっちがタイガーです。こっちが普通の、こういう感じの違いね。はい、重さも削りが入ってる分少し軽く感じるかなと思ったんですけど、普通ですね。長さもほとんど一緒。あとはシャフトですね。タイガーといえばウェッジは柔らかいものを指してます。 S400、 これがタイガーのウェッジの特徴です。で、これ何がすごいのっていうお話ですよね。何がすごいのって、要はこの削りっていうのはもう市販のまま使ってるプロってほとんどいなくてですね、中にもいるんですけど、ウェッジはここを削って調整するのがもう当然っていうところです、プロは。
で、まあ、もちろん広いとですね、まあ、ダフった時に刺さりづらい、滑りやすいってメリットがあります。でけど、なんていうんですかね、綺麗に入った時にバンスが当たりすぎちゃうんで、逆に跳ねやすい、まあ、バンカーからこう砂を多めに取る人はいいんだけど、薄めに取りたい人はちょっとこう邪魔になっちゃうっていう、まあ、バンスの機能良し悪しがあります。で、まあ、バンスが大きい方が前に飛びやすい、バンスが少ない方が、まあ、綺麗に入りやすいけど前には飛びにくい、まあ、抜けやすいっていう表現の仕方もあります。でそれは人それぞれ好みがあるんで、まあ、職人さんの手によって削られるわけです。で新しいウェッジができた時に試合会場で練習をしながらツアーバーンで削りながら調整をしていくっていうので、その、まあ、選手が使うウェッジのソールの形が決まっていくっていうような雰囲気になってくるんですけど、一つだけ問題点があるんです。どういう問題点かというと、同じものを二度と作ることができないっていうのが大きな問題点なんです。その時によっていろんなカスタムを絶妙に加えることはできるけども、いくら素晴らしい職人とはいえ同じ形に毎回削るのは非常に難しいです。なので、職人さんを変えたくない選手がほとんどですし、その職人さんも引退なさったりとかして職人さんが不足している、技術者さんが不足しているっていう事態もあります。で1本作れば OK っていうわけにいかないのがこのウェッジならではの問題で、ウェッジっていうのはやっぱバンカーで使ったりすることも多いですし、なんといってもやっぱスピンが命です。スピンが命ということは、この溝が減ってきてしまうとスピンがかからなくなってくるので交換しなければいけないですね。その交換頻度が非常に高いのはウェッジなんです。プロは年間絶対2本以上はウェッジ使うと思います。そんな中で、こっちのソールは気に入ってるんだけど新しく削ってもらったソールだとうまく距離感が出ない、うまく打てないなんていう問題が出てきます。はい、長くなりましたが、それを解決したのがこのテーラーメイドのウェッジなんです。このソールの削りの部分が機械加工になっております。つまりタイガーのソールっていうのがコンピューターのプログラムの中に登録されているので、機械が毎回同じソールを削ってくれるので、これは全くタイガーと同じウェッジだということです。もちろんその、ソール形状の、まあ、機械加工の、まあ、CAD データっていうのは、まあ、トッププロの、まあ、だからこそ、まあ、作ってもらえるっていうところではありますけども、まあ、これが市販のモデルとして販売されているということは、タイガーウッズのソールの雰囲気を、まあ、全世界のどなたでも味わうことができるということですね。そして、まあ、このウェッジを気にもし気に入ったんであれば、まあ、タイガーのウェッジは、まあ、限定だと思いますけども販売されるんで、まあ、消耗しても使えるというところです。はい、このソールの削りはね本当に難しいです。職人さん少しずつ神経込めてこう削るんですけど、行き過ぎちゃえば終わりなので、行き過ぎない程度に削っては選手に、試してもらい、削っては選手に試してもらいっていうのをやります。でありがとうできましたって言っても、じゃあ次同じものが作れるかっていうのもまた職人さんの悩みどころでございます。まあ、それを解決させたのがこのテーラーメイドのこの、グラインドシリーズの、テクノロジーなわけですね。はい、ということで、まあ、今日はちょっとうんちくメインになっちゃいましたが、このレアなウェッジが、この
カフェフォート白金台店に置いてあります。まあ、この動画が、公開される時にはもうあるかどうかわからないんですけど、こういったレアな、クラブポンと置いてあるかもしれないので、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。次回もまた、やばいクラブ紹介していきます。